栃木県で2番目に面積の大きな那須塩原市。番組ではこの地図に魅力的なスポットを加えて素敵マップを作っていくわ。今回は先週に引き続き塩原温泉ビジターセンターをご紹介します。こちらには野鳥や昆虫の標本を見ることができる展示館や工作体験ができるレクチャールーム、野鳥観察デッキ、森林浴ゾーンなどがあるわ。今日はどんなとこに案内してくれるんでしょうか。今日はですね、はい、ここビジターの森って私言ってるんですけども、はい、それをずっと一周しまして、ヤシオツツジが多分咲いてると思いますので。本当ですか、はい、楽しみですね、はい、それでは早速行ってみましょう。あそこに鳥がいますね。ちょっと見てください。 あれですか、はい、ヤマバトですね。へ、あ、じゃあ他にもいますね。ヤマガラとか小柄エナガいますね。この森にたくさんいます。あそこにちょっと変わった草がありますね。あれマムシグサっていう草なんですけれども、肌がマムシの肌に似ているっていうことと、あとあれ花なんですけども上に出ているのが、あれがマムシが頭を持ち上げているところに似ているっていうので名前がつきましたね。なるほど、はい、そしてリホちゃんたちは緑の綺麗な森の中へ。これが白ヤシオですね、はい、愛子様のお印になりますね。この花が、はい、なるほど、こう白くて小さくて可愛い花なんですね。そうですね、はい、ここでビジターの森抜けますね、はい、でこの先階段を降りていきまして、はいはい、で天皇の間の記念公園の方の遊歩道に入ります。はい、そしてここであるものを発見。この木どんな木だか分かりますか。名前この木ですか、はい、バットになる木なんです。青ダモ、そうです、これ青ダモっていう木ですね。これが、はい、塩原結構あるんですよ。すごい、はい、ここが天皇の間記念公園っていう公園になります、はい、ここ大正天皇さんがここで暮らした、はいはい、家になりますね、はい、ここで暮らしてたんですか。いや、下の視力センターっていうところがあるんですけども、はい、そこにこれが建ってたんです。その一部をこちらに移築したそうよ。そしてさらに進んでいくと宝器川が見えてきたわ。あれって何ですか。あ、ロッククライミングしてますね。あれは道具も何も使わないで、はい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 、自分の身一つで登るスポーツなんですね。この辺はですね、ロッククライミングの、はい、結構いい岩があるんですね、はいはいはい、それで若い方が来て、はい、やってますね、はい、スタートからおよそ1時間着きましたね。到着です。到着ですね、はい、お疲れ様でした。どうも、お疲れ様でした。どうでした。楽しかったですね、はい、これからもいい季節になりましたんで、はい、夏秋冬と塩原いろいろ楽しめます、はい、ですからぜひ季節を変えてまたいらしてください。はい、リホ的素敵。これは野鳥デッキです。ここは野鳥を観察することができるデッキだそうです。あ、聞こえますよ。やっぱり野鳥デッキで言うぐらいに最高のポイントなんですね。塩原温泉ビジターセンターはこちらです。那須塩原市で素敵な時間をどうぞ。